みんな提出物どこ行ってるけど、そんなに出すもんなのか。意外とね、意外とは出てると思う。例えば一番よくみんなに触れるものって言ったら、定期的に出てるボイスなんじゃないかな。とか、例えばホログラの収録とか、あとはなんだろう、データ類全般、家でできるデータ類全般だね。スタジオで撮ってる人と家で撮ってる人がいるんじゃないかな。環境はわかんないけど、まあグッズの監修、それはミーティングとかに入ってくるのかな。それ以外も何か企画があったり、お仕事があるんだったら打ち合わせとかかね。そういうことだと思うわ。 あとサイン書く人はサインとか、みこちのせいでサイン書いてるイメージだった。あれ、サイン出さない人もいるしね。結構常に提出物やってるイメージ、やってもやっても終わらないレベル、人によると思うな。でも言ってる人は多分やってもやっても終わらないぐらいの量があるんじゃない。ほら、ポルカは白犬のさ、今ね、ちょうど左下にもあるけどさ、 EP 出るんだけど、これいろんなおまけとか漫画に向けてのその付録とかの頃はみんなで、はぁはぁはぁってやってたから、よくこれ間に合ったよな、あーだよなーっていう風にやってた。すごかった。この時はもう本当にみんなで宿題やってるイメージだった。宿題って言ったらなんか悪いイメージになっちゃうかもしれないけど、こうなんかみんなに届ける、いいものを届けるため、みんなで夜更かししながら作業するみたいな感じ。毎週提出物あるの？え、それも週によるくないかな。例えばポルカだったら昨日までの、まあね、全部ぼかしてニャンするんだけど、ふやふやさんのふやふやボイスを収録したりとか、ふにゃふにゃのところに出す、ふにゃふにゃのところの歌のふにゃふにゃをしたりとか。で、これも多分人によってこれが得意、これが得意とか、不得意得意が多分違うと思うから。まあ、でもさ、多分会社勤めとかだったら一日で全部終わっちゃうレベルなんだろうなと思うよ。プルカはすごく効率が悪かったりしたり、出せるときはもうめっちゃもう早く出せるけど、出せないときギリギリになっちゃうから。マネーちゃんっていう存在がいれども、やっぱりこう追い込んでいくのは自分だからさ。あ、会社員と違うところは他の人と分担する方ができない。まあそうだね。マネーちゃんサインじゃあとお願いとかできないからな。マネーちゃんはあと何日であと何枚ですよ、頑張ってくださいポルカさんしか言えないからな。いや、そう、それでね、そう、ポルカはその間も外に出て、外の仕事があったのに提出物もやって、さらに帰ってきて配信もしてるってなると、いや、なんだろう、どれファーストって考えるっていうのはあんまりないけど、今はまあなんだろう、せっかくこうやって案件とか公式で出られてるんだったら、それをもちろん遅刻しないでちゃんと出るのが一番ファーストだと思ってるし、もうこうやって待っててくれたみんなにただいまって言えるのが一番気持ちいいから、なるべくね、自分がこう自分使命でさ来たお仕事なんで、そんなの絶対受けたいから。そうじゃなくて、いや、それを振り切ってでも配信したいっていう人も絶対いるだろうしね。すまんね、私がちょっと結構そういうのなんか行きたい派だからさ、いろんな経験してみたい派だから、いろいろ言っちゃうけど、みんな待っててくれていつもありがとうね。だから結構考えれば、まあ忙しい生活なんだろうかね。そりゃ普通の会社員の人と比べたら全然違うかもしれないけど、まあまあ普通に忙しい毎日を送っていると思うのですよ、我々も。そして忙しいということは花、仕事があるという幸せ。